こんにちは、たまチャンネルです。ですね、車に乗っていると大抵の人は何かしらのね、交通違反というか、まあ簡単に言えば切符を切られます。で、点数をね引かれて、で、車の免許の更新の時に講習を必ず受けなければいけないということね、なる人が多いんではないでしょうか。でも中にはね、5年間無事故無違反でゴールド免許をもらう人もいるということは間違いない事実であります。でね、今回お話しするのは無事故無違反の人が得するものがあるんですよ。まあ、それは何かというと SD カードというものです。 SD カードって何ってね、なると思うんですけども、まあ SD ってのは 略して SD カードということなんですけど、略さないで言うとセーフドライバーカードっていうのかな。まあ要するに無事故無違反ですよっていう証明書みたいなもんです。これは申請しないともらえないらしいんですよ。私もね、なんかのあれで今見たことはあるんですけど、何気に今日ちょっと調べてみたら、申請をしてもらえるところはね、免許センターと警察署みたいですね。まあそれはちょっと申請の場所なのかもしれないです。で、発行にはなんか期間があって2週間ぐらいかかるみたいですね。で、その SD カードを持っていると、まあ、どういったね、得することがあるのかっていうことなんですけども、まあ大したことはないんですけども、ちょっとしたね、割引特典とかっていうのを受けることができます。多分お店なんか行くと SD カードうんたらかんたらね、使えるようなことが書いてあるお店があると思うんですよ。例えばね、車関係で言うとイエローハットとかね、オートバックスとか、その辺がもしかしたら使えるところ多いんじゃないかなっていうふうに思いました。思ったっていうのは、その SD カードをどこで使えるかっていうホームページがね、あるんですけども、まあ、それを見てたら、そういった車関係のお店とか、あとはファミリーレストランで言うと、なんだっけ、フライングなんとかって爆弾ハンバーグのお店があるじゃないですか。あのお店でもなんかね、ドリンクバーが無料とかね、まあ多分店舗にもよります、これは。だから行くときにね、一回調べてみるといいと思うんですけども、まあ行く前に SD カード手に入れないといけないんですけどね。だ、そういった特典があちこちでねありました。あとはね、紳士服の青木だったかな、あとは、まあ、もう一つ紳士服の、なんだっけ、コナカかな、その辺もなんか割引がありましたね。まあ、とにかくね、私千葉にいるんですけど、千葉だけでもかなりの数がありました。で、全国で見るとね、何万店舗っていうお店で割引が受けられるらしいんですよ。まあ、そういった、まあ、ちょっとしたことなんだけど、割引をね、受けられるその SD カードっていうのをね、持ってるとお得かなと。まあ、ただしね、発行するのに630円だったかな。まあ、かかるっちゃかかるんですけども、よく行くお店でね、そういうのをよく使っているんであれば、元なんてのはすぐ取れる金額ですよね。なのでね、一回ホームページを見て、よく使うようなお店があるんだったら、その SD カードっていうのをね、発行してもらって、まあ、手元にね、安全運転ですよっていう証明書を、まあ、もらうのは悪くないと思うんですよね。ただ、発行期間、発行から何年っていうね、制約も確かあったんですけども、まあ、でも、免許、ね、書き換えが5年だから、まあ、その都度、新しく、その SD カードを発行すればいいんじゃないかなと、まあ、思うわけなんですけども、まあ、その辺がね、めんどくさいとかって言うんであれば、まあ必要ないだろうけど、
まあ、でもね、よく行くお店でね、そういった特典が受けられるのであれば、まあ持ってても悪くないんじゃないかなと思いました。で、私がね、よく行くお店は実際あまりなかったので、まあ、SD カードを申請しようかななんて思うことはないんですけども、それ以前にまだ私、ゴールドカードにもなってないのでね。まあそんなんで、安全運転ですよっていう SD カードを、まあ、申請するのもおこがましいかなと。いうことで、とりあえず、まあ私の場合は申請しないし、とりあえず、まあ持つこともないかな。ただね、1年間無事故無違反であれば、SD カードって申請できてもらえるんですよ。まあだから興味のある方はね、ちょっと調べてみるといいんではないでしょうか。はい、ということで、今回の動画終了とさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。